ラゴンクエスト8、空と海と大地と呪われし姫君、続きやっていきたいと思います。今回もコメント一つ。ボーンツーウィンさんからのコメントです。いつもお世話になってます。チェアさん、ウポツーです。気づいたら物色。小さなメダルが全然小さくない剣、こういうの大好き。馬なら、関戸馬か、松風に乗りたいです、ヤッホーというコメントいただきました。小生、三国志にはなかなか詳しいでござる。ガクトの真似して、いや、全然真似にはなってないな。喋り方だけだな。関戸馬。もともとは、帝元が持ってて、あ、違う、東卓が持ってて、それを呂布に与えて、呂布を倒した時に曹操が受け持って、それを関羽に渡して、で、関羽がずっと乗ってたんだけれども、関羽が死んで、爆上で、で、その、関羽が死んだ数日後かなんかに追うように関戸馬も死んだんだよね、確かね。そう、そんな逸話が残ってるんだよね。まあ、あくまで演技の話なんで、本当の歴史ではないんですけども。そういう逸話が載ってます。松風は、前田慶次が乗ってた馬だよね。ちょっと戦国の方は全然詳しくないです。はい。コメントありがとうございました。皆さんいつもコメントありがとうございます。本当にありがたいですね。ちょくちょく返してはいるんですけどね。ありがたいことに、本当に返しきれないくらいの量が。やっぱみんなドラクエ好きなんですね。嬉しいですね、本当に。ありがとうございます。ではね、ライドンの塔に行くべきところなんですが、ちょっと小さなメダルが溜まってるんで、小さなメダルをゴリゴリと渡していきまして、46枚まで来たか。アミタイツ、おしゃれなベスト、天罰の杖。52枚で金塊か。金塊はね、多分ね、黄金のティアラとかそういうの作るのに必要なんじゃないかな。なんか一つ持ってるんですよね、すでに。売ろうとして危なかったんだよね。売んなくてよかったわ、本当に。あ、結構金なるなと思って売ろうとしたんだけど、後々気づいたんだよ、錬金素材だって。で、売らなくてね、ほんと助かったわ。多分何かに使うっていうか、金塊あればあるほどいいと思うんで。うん。これありがたいです、本当に。青い宝箱の中はね、たまたま確保できたんだよね。ここライドンの塔なんですけど、BGM 神だなぁ。ちょっと喋るのもおこがましいくらいの BGM だわ。さあ、ではね、ライドンの塔、攻略していくんですけども、あれ？ライドンの塔ってこんな金網貼られてたっけ？ちょっと記憶ないな。まあ、なんつってもこの BGM ですよ。ちょっと、スピーカーの BGM、ちょっと音量大きくしたわ。お？ああ、あったな、こういうシステム。おー、ゴーレム。スケスケゴーレム。ベホマズンも出てくるのか。これはあれか。お、エビルスピリッツですね。まあ、戦わないんだけれども。これをさ、ライドンのおじいさんが一人で作ったんだよね。おー、動く石像。動いてないけど。おー、なんか来た。柱でガード。ん？なんかいますね。9、9。ダメ9。重くて押してもビクともしない9。これ持ってく級？持っていかなきゃいけない級ですか？ガッチャンコ。あ、これさ、視点変わる頃マジ厄介なんですけど。マジ厄介なんですけど、動く石像。動きません。おぉ、ゴーレムに切り替わった。ライドンの塔を、これ多分逆側から、おっと動き始めた。逆側から回り込まないと多分ダメですね、これね。逃げまーす。戦う気さらさらないわ。さらさらないわ。こっから入ってきたのかな？多分逆側から踏まないとダメなんで、よいしょ、これ結局、こうして、ちょっと一旦止まって、この時点で視点切り替わってから動き始める。ガッチャ。あー、そういうシステムか。あ、なるほどね。
すると多分あれだね、石像を使わないとダメなパターンかな。一回クリアしてるんだけどね。ギミックなんてすっかり忘れてるからな。どうやって上まで行くんだろう。石像で合ってんのかな。あれ、下ろしたいんだけど、吊り橋。下ろせないですね。こっちって、ダメですね。びっくりマーク出てるんで、これを、多分使って、よいしょ。あ、はい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 。ようやく把握したわ。うわ、だいぶ時間かかった。申し訳ない。こっち側降りなきゃいけなかったんだ。で、こっちから回っていけたんだね。あ、なんか石像が置けそうな、いい感じの石が。石じゃなくて、くぼみがある。多分これだな。あえてね、階段のところを登らないあたりですよね。多分これ引っ張ってくるんだな。あ、いや、これ押すパターンかな？なんかそんな感じするな。おう、こうか。把握。この吊り橋を下ろしておきましょうね。多分役に立つ。これ吊り橋って言わないな。これなんだ？板。板じゃ簡単すぎるな。どっちか、おお！おお、なんだなんだ？ジャミラスみたいなやつ来たな。サイレス。ジャミラスの色違いか。ジャミラスとか懐かしいな。ジャミラスじゃなかったか。ジャミゴンズだと、あれか、5になるのか。ジャミラスだと6だよね。夏いな、ジャミラス。なかなか、6とか5は中ボスがいい感じなんだよな。ジャミゴンズあたりなんかもう、ハマり役ですよ。ハマり役って言わないか。本当に中ボスとしてすごい手をなしてたからな。かっこよかったよな、あいつら。中ボスランキングとかあったら上位来そうだわ。自分の中では。ジャミゴンズあたりは。ライドンの塔は多分大して宝箱ないと思うんだよね。まあもしあるとすれば、裏で回収でいいと思うわ。とりあえずライドンのおじいさんに、会いに行きましょう。また、はめ込めそうなくぼみがあるなぁ。あ、これはめ込み式か。あ、いや、ここがあったなぁ。あ、ガッチャ。バッタン。ここまだ来てないよね。あれ？来たっけ？これ。いや、来てないね。来れないもんね。場所がないもんね。あ、これ上がって、これか。これを押し込むのか。よいしょ。角度合ってないぞ。角度大事、角度。よいしょ。上がっちゃうこと。これは冷静に降りて、上がりまーす。はい。いいね。高いな。今何層にいる俺。あ、今6層まで上がってきてるね。すげえな。なんか、近いですね、でも。ゴールが。はしごが見えますね。これは一回降りるのかな？降りて、とりあえずこれ、板、下ろしといて。これで行き来が楽になる。ドン。おっと。ん？石像発見。石像発見か。またガチャッとなります。これはもうずっとこのフロアですね。すると一回このくぼみなんだ。
お、そういうことか。すげえ。どうなってんの、その動く床は。どういうシステムですか。あ、勝手に降りてった。これすげえな。どうなってんだ。角度合わせてあげてと。推定60キロくらいはありそうかな。ドーン。こっち向きで合ってるか。たまたまこっちに乗っけちゃったけど、あ、大丈夫ですね。こっちにしかこの動く床がないから大丈夫、合ってる。よし、もう着いたろ。これ多分おじちゃんと会える。会えるね。もう会える。多分これ一番上、いけるわ。これで。よし、オッケー。これ一人で作ったんだもんな。はしごが妙に荘厳なんだけど。なんでここに金使ったんだろうな。もっと別のとこに使えそうな気もするが。ふん。物好きめが、こんなとこまで登ってきやがって。職人って感じ。ね。いっぱいあるんだよな。いっぱいある。登れるとこが。登れるとこだらけで困るな、これは。どう行くんだ？そうか、重さが均等だからか。これも上に像を上げることができるな。上げるのか？まだ続くね、これ多分。うわ、これ時間かかりそうだ。地形把握しないと。これはここに乗っけても、像ここに乗っけても意味がないから、ここじゃないですね。だから、多分この檻に囲まれてる、柵に囲まれてるとこに行ければ正解と見た。じゃあ次こっち上がってみるか。よいしょ。像があるな。角度合わせて、下ろして、これで上行けますね。これでいいのかな？どうなんだろう。今のなんかすごいシンプルだったけど。お、敵。命の指輪。ここなんもないですね。どこに行くのが正解なんだ？あれかな？あれに行きたいのか。これを使うんだよな、多分な。こんな感じで。お。ギュイーンと上げての、これこう上げちゃったけど合ってんのかな？向きとしては、こ、こうしたい感じだった。うん。これで向こう行けそう。これ上げる必要なかったな、多分。これでいいのかな？あ、でも一応上のフロアには行けそう。階段が続いてる。いいね。なんかこっからいきなり綺麗になったな。絨毯付きの階段になった。
もう終わりにしてくれ。もういいよ。動かない石像が。いや、これ敵かい？普通に、2体置いてあったから、普通に置物だと思ったわ。アートだと思った。彫刻だと思った。おじいちゃんもよくこんなところで作業してんな。危なくねえのか。ここはまだ再建中ですね。どんだけ高くするんすか。ワンチャンこっから飛び降りたらスライムの丘行けそう。スライムの丘行きてえ。レベル上げしてえわ。ああ、なるほどね。この岩を掘って、この岩どうやって持ってきたの？なんだおめえ、結局ここまで登ってきやがったか。お前みたいな青二歳に制覇されるってことは、この塔もまだまだ低すぎるってこったな。やい小僧、気に入ったぞ。わしは彫刻家のライドンだ。お前さん、このわしに用があってきたんだろう。何？クランスピネル？ああ、あの二つの宝石のことか。残念だが、そんなものはもうとっくの大昔からうちにはねえよ。何しろわしも見たことねえんだ。聞いた話じゃ、わしの先祖、確か、腰が。とにかく、わしの大昔の先祖が自分の作った像にそのクランスピネルを埋め込んだって話は聞き、その先祖ってのは女なんだがな。なんでも生涯最高の出来の像にその宝石を埋め込んだらしい。その像がどこにあるかって？さあな、さすがにそこまでは知らん。手がかりといえば名前くらいか。確かあの先祖はリーザスとかって名前だったか。さあもういいだろう。まだ他に用があるのか。何？せがれがたまには家に帰れと言っていただと。残念ながらそうはいかん。お前みたいな青二歳に塔を制覇されたとあってはまだまだ帰れん。わしはこの塔をもっと高くするのだ。俺ライドンさんの声すげえ好きだわ。この声すごい好きだ。いいもん入ってそう。あーざーす。弓スキル上げてないけど弓つけてみようかな。弓つけてみようかな、ククールに。聖銀のレイピアの方が強そうだけど。そっか、装備でやるとみんなに見せられないのか。ケイロンの弓。これがね、錬金素材なんだよ。これが何になるんだったかな。とりあえずこれを錬金して強くすれば、うん、今の聖銀のレイピアより多分ね、使い物になるんでね。はい、じゃあね、名前が分かったところでリーザスですね。リーザスゾーンと。じゃあ今回はここまでにしときますか。まあ、カット入れて10、ちょっとカット入ってたと思うんですけども。うん、じゃあ今回はここまでにしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。